小泉親被告9月9日から1945年9月13日は、日本の政治家、陸軍軍医中将。旧鯖江藩士、小泉近政の三男として、福井県に生まれる。東京海星中学、旧正第六高等学校を経て、1908年12月に、東京帝国大学医科大学を卒業した。1921年に、医学博士の学位を受ける。 陸軍軍医学校教官、同軍医官を経て、1932年に、この絵師団軍医部長に就任する。1933年、陸軍軍医学校校長を務めた後、1934年、陸軍軍医総監となり、陸軍省医務局長に就任した。1937年、官名が陸軍軍医総監から、陸軍軍医中将に改められた。階級としては、 軍医中将は、軍医として最高位である。1940年、軍医当局日大受賞受賞。1941年7月、第3次、このえ内閣で、厚生大臣に就任、次の東条秀樹内閣でも留任した。1945年9月、戦争犯罪容疑者として連合国軍、最高司令官総司令部から出頭を命じられるが、 連合国軍の取り調べを拒否し、古式に倣って白装束で滑腹自殺を遂げた。去年62、陸軍省医務局長在任中、大日本帝国陸軍で初めて BCG 接種を実施し、結核予防に効果を上げるなど、先駆的な人物として知られた。また、厚生省の設置にも尽力し、厚生年金保険制度を創設するとと,ともに、国民皆保険を唱えた。 ありがとうございます。